なぜこんなに離婚とか不倫が多いのかと、まあ、いう問題ですね。まず男性側の一番の大きな問題、やっぱり前の回にやったように、男はまあ死ぬことだけが大切だったんですね。死ぬこと以外に男の生きている意味っていうのはそれほどなかったわけですね。それで女性は子供を産み育てるという非常に大きな仕事があって、まあ、それでよかったわけですが、それが男が死ぬもんですからね、まあ、戦争で死ぬわけですよ。それから昔だったら戦争で死ぬんじゃなくて、時々盗賊が現れて一家皆殺しになる。それを防ぐのはやっぱり、男だったんですね。夫だったわけです。ですから、まあ、夫がとにかく命を懸けて守るわけですね。まあ、これはもう生物界全体がそうで、まあ、魚なんかでも10匹の魚の集団がいると、メスが10匹いて、そのうちのメスの1匹がオスに性転換して、それで群れを守ると。そのオスはやがて戦いで死にますから、そうすると残った9匹のうち一番体の大きいメスがオスに転換して守るという、それがまあ生物の基本ですからね。まあ、これは小学校4年生の理科の副読本にも載っているような話で、まあ、生物の原理原則なわけですね。だから太平洋戦争、この前の戦争の前まではその原理原則に沿っておりました。ですから女性が被害を受けるとか拡張性がどうなんてジェンダー専門家なんつってますけど、全然そうじゃなくて、まあお母さんにとってもですね、それは子育て、子供を産んで育てるの大変だけど、いざっていう時はお父さんが死んでくれんだから、まあそれで釣り合いが取れてたわけですけども、今は男は死なないで威張ってるということで、まあこれも不倫と離婚の原因の一つになります。女性の方は全く違いますね。女性の方にも問題があるんですね。生物っていうのは、通常はオスが性欲があってメスは受け手なんですね。ですからオスは何とかして自分の子供を残すためにメスを誘うわけです。ですからオスが必ず魅力的ですね。おしどりでもクジャクでもゾウでも、ライオンでもみんなオスが立派だけど、メスはまあ汚い格好してるんですよいらないんですよ、子供さえ。子供を産むってことが非常に価値だから、別に美しいなんていうこと関係ないんですね。ところが人間もそうだったんですけど、ところがまあ200万年前と言われるんですけども、頭脳が発達して、オスの人間のオス、まあ、つまり男の性欲が衰えてくるんですね。そこでメスが工夫をしてですね、オスが本質的な性欲から誘導型性欲に変わるんですよ。誘導型性欲っていうのはメスが呼びかけて誘ってオスの性欲が出てくるってやつですね。まあ、こういった性欲には特徴があって、例えば発情期がないとか、まあ、その他いろいろあるんですが、オスよりメスが綺麗だと、まあ、選択の対象になりますからね。今度はそこでメスは化粧をし始めて、まあ、女性ですね。それからいろんな性質が生まれます。例えば誘われるように誘導するという、だから引っ込み思案になります。メスはですね、このメスの引っ込み思案というのは誘ってるわけですね。嫁遠目傘のうちと昔言うんですけど、この前放送で言ったらあんまり誰も知らなかったもんですから、嫁、夜よく見えない、遠目、遠くから見る、もしくは傘の中、これ女性がこう男を誘う一つの形ですね。だから寝化粧なんかもそうですが、まあ、簡単には薄暗いとこで綺麗に見せる、そして恥じらう、引っ込むということで、男性がそれにつられて誘導型性欲が湧いてくるという、そういう構図なんですね。で、結婚するときはだいたい女性は一生懸命ね誘導するんですよ。お化粧をし、綺麗に作り、年もまあだいたいは若く、そしてまあ男性のやや言う通りになる。例えば結婚式は希望があってもですね、あなたの言う通りでいいわよとかって、考える通りでいいわよなんて言っちゃったりすると、これは一つの女性がこの200万年間に獲得してきた男性に誘導型性欲を起こさせる一つの手段なんですね。ところがその結婚して一人目の子供が生まれてですね、女性は錯覚しちゃうわけですよ。つまり男性が自分の誘導によって性欲が湧き、性欲が湧いたから愛情があるわけですね。男女の愛情ってのはやっぱり性欲が基本なんですね。性欲の伴わない友情、愛情っつったら友情みたいなもの、男同士の友情ですからね、これ全部質が違うんですよ。ですから男と女の友情、愛情っていうのはやっぱり性欲が基本の中でもなんですね。ところが奥さんが第一子を産んで太ってしまって、
しかも旦那に対する言葉遣いは存在になり、恥じらうこともなく寝化粧もせず、そこら辺に丸太のようにゴロゴロしてるわけですよ。そしたらね、それは夫はね、いくらなんでももう誘導型性欲が湧かないんですよ。誘導型性欲が湧かなかったら同時に愛情も失われていくんですね。ですから第二子が生まれないっていうわけですよ。ちゃんとね、二人の子供を産む、あれがあったら、女性はちゃんと、女性が作戦的なんですから。常に男性は女性に誘導された性欲なんですからね、愛情なんですから。だから女性が作戦的じゃなかったらどうにもなんないんですよ。だけど私が見るところね、偉いお母さんは娘に全部作戦を言ってますよ。あなたこうしなさいね、男ってのはこういうものよ、ちゃんとお化粧してきなさい、少しはおとなしいとこ見せるのよ、これやってるんですよ。これはもう絶対正しい女性の作戦なんですよね。で、自分が2人の子供を産んで、まあ財産も安定し、もう離婚してもいいわってなったらゴロゴロ寝てりゃいいんですよね。だから全部女性の思う通りになるんですよ、夫婦関係っていうのは。ところが男性が結婚の時に誘導型性欲で非常に強い愛情を自分に向けてくれる。そうすると奥さんは間違っちゃって自分に本当に愛情があると思っちゃうんですよ。だから自分が丸太のようにゴロゴロしてても夫の愛情は変わんないだろうって、いやそんなことありませんからね。だからこれが一番大きなやっぱり離婚や不倫の原因になりますね。それはね、あの旦那の方にもちろん問題もあるんですよ。あの私はあの男性の方の原因っていうのが死ぬことだけではないんです、本当はね。例えばまあ、草食型男性なんかも出てきまして、これもやっぱり私の感じじゃ女性の誘導失敗なんですよ。女性がね、頼りにするようなふりをすればいいんですよ。ところがね、女性が私は私でやっていくっていう素振りを見せたら、男はもうね、女性に貢いだりする、もう何て言うんですかね、意欲を失うんですよ。つまり男性ってのは全部誘導型ですから、女性が作戦を組み、女性が男性を思う通りにコントロールしなきゃいけないわけですよね。だからまあそれの一番典型的なのが、第一子が生まれたけど第二子が生まれない、その生まれないというかもう旦那が迫ってくれない、当然だと。それはだって誘導型性欲が湧かないんですからね。そして誘導型性欲が湧かないとだんだん暗くなります。それからめめしく女みたいになってきますね。男としてのたけだけしさとかたくましさとかあっさりしたとことか気前のいいとこって失ってきますね。それは男性の性格が男性的な生活をすることによって、性格が男性的生活によって男性的性格も保たれてるわけですから。で、何でもね、嘘でもお父さんこれ頼むわよとか、こういうのはお父さんが判断力あるからちょっとお父さんに聞いてきなさいとか言わなきゃいけないのに、子供に向かってお父さんの悪口なんか言ってんですから、それはもうダメになると決まってるわけですね。それでもしもどうしてもお父さんと離婚しなきゃなんないという、もう離婚したいと言うんだったら、そこで作戦を練ればいいわけですね。だけど作戦なき女性はダメなんですよ。これはどうしてかって言ったら、誘導型なんですから、男性が、女性が誘導して男性の人生を決めてるわけですからね。だからその生物学的な原理原則っていうのを外しちゃいけないわけですから、ある意味じゃあ女性がコントロールできるわけですね。お化粧の度合いも考え、寝化粧も考え、体重も体重はね、あの女性はね、あの太ってるのをすごく気にしますが、男性は大体平均的に太ってる男性が好きなんですよ。あ、女性が好きなんです。これどうしてかって言いますとね、なんで女性が引っ込み思案だったり弱々しかったりするのがいいかっていうと、男性は自分にないのを求めてるわけですね。もちろん一般的に男性にはあまり脂肪がつけませんから、脂肪がついた女性の滑らかな体っていうのは非常に魅力的なんですね。ですからガリガリ痩せてるっていうのはあまりおすすめはできません。つまり誘導型っていうことは男性の状態をよく見て、女性はそれできるんですよ。だから女性は細かく見るんですよ。ここにちょっとなんか変なのついてるわよって気がつくのは全部女性ですよ。ボタン一つ外れてますよ。これはどうしかって言ったら、子供を育てるという力もあるし、相手の男性を誘導する上には相手をよく観測しなきゃいけない。相手は何が好きかっていうのをずっと分かって、こう誘導したらこうやる、こう誘導したらこうやるっていうのを全部一通り理解してから男性に接しなきゃいけないんで、それで女性の観察力、語学力、それから論理的じゃないけどもというその感情的な頭、それから人の言うことが気になってしょうがないっていうような性格、これ全部それなんですね。ですからやっぱり不倫
離婚というのが多いのは男性側にも問題がありますが、やはり女性側にも大きな欠陥が現在存在するというふうに考えられます。